はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、前回の続きからやっていきたいと思います。前回でアグリアスとオベリアがライオネル城に、かくまってもらっているので、今はムスタディオと、二人旅ですね。ムスタディオは弓使い、ラムザはナイトに変えてあります。じゃあ、次の気候都市ゴーグ進んでいきましょう。これは普通に街の風景だね。結構高いとこにいんな、みんな。落ちたら死んでしまうぞ。バート商会のやつらの姿は見えない。ライオネル騎士団と争ったようにも思えない。何か様子が変だ。ちょっと探りを入れてくる。後で落ち合おう。落ち合うってどこで？あっち側がスラム街。あそこなら目立たないだろう。わかった。気をつけろよ。任せておけって。住みづらそうな街だな。あれ？で、ちょ、ゴーグを見るか、じゃあ。ショップ。まあ、でも最初は、試着。最強試着。特に何にもなし。普通に見てみましょう。あ、ロマンダ銃。銃が一応売ってんのか。どうしようかな。これ、1って多分、ムスタディオが装備してたやつだよね。5000円。クロスボウ買っとくか。1個も持ってねえし。だけ？ラバーシューズ、スパイクスシューズ。ここら辺は多分変わんないよね。雷神の弾。あ、これあれか。忍者用のものか。でもな、多分殴った方がいいと思うんだよね。ハイポーション。ちょっと10個くらい買い足しておきましょう。エクスポーションは、まあまだ出てないからね。さて、そこからじゃあこっちへ進もうとすると、そうだね。で、ここ。ナイトでいけるかどうかだよな。火力が不足するようだったら、ちょっとまた、素手忍者に戻さないといけないけど。ゴーグのスラム街。遅い、遅すぎる。雨か。ムスタディオのやつ捕まったんじゃないのか。お前がムスタディオの仲間か。人相の悪い男。おい、連れてこい。捕まってるね。すまないラムザ。大丈夫かムスタディオ。おっと、そこまでだ。それ以上動くんじゃねえ。お前がルードビーフィか。ムスタディオを離せ。おとなしく成績を渡せばこの小僧を離してやろう。さあ言え、どこに隠した。白状するんだ。だんまりか。だがこれを見てもそう黙っていられるかな。おい、誰これ。親父、大丈夫か。わしは大丈夫だ。成績を渡してはならん。中へ放り込め。どうだ、おとなしく白状をする気になったか。どっちを取る。煙突の中だ。ラムザの足元の。よし、貴様が拾え。こいつの命を助けたいならな。あ、そこの煙突ね。これか。二人を離せ。その前に成績をよこせ。二人が先だ。成績をこちらへ投げろ。そしたら二人を解放しよう。お、一応解放はしてくれんだね。これぞまさしくゾディアックストーン。ようやく手に入れたぞ。数奇鏡も喜ばれることだろう。ご苦労だったな。お前たちは用済みだ。あとはお前たちが片付けろ。生かしておくな。
スーキ教もグルだったのか。後ろから来たね、人が2人。あれ、もしかしてあいつ召喚士。今のところ召喚士がいっちゃん怖えからな。ゲッスタリオ早え。そうだ、忍者じゃないから早くねえんだ俺。ゲッ、しかもなんかあれだね、装備奪われてるっぽいね。え、装備なんか勝手に外れた。ナイトの火力でってか邪魔なんだけど、ムスタディオ。どうする、行くか。なんか召喚士の餌食になりそうな気はするけどな。少し上げますで、ね、オートポーションの確率を上げとこう。ちょっとでも上げておきたい。70食らわなければなんとかなるんだけどね。そろそろ敵の攻撃力も上がってきてるから弱えな、ムスタリオ。これで死んだな。毒とかそういうのが結構厄介なんだよ。なんだ、殴ってきたぞ。よくわからん。召喚魔法は味方を巻き込まないはずなんで、別に使ってもいいと思うけどね。この密集したところでも。来た、28とか。男は弱えな。チャチオン36。ドクター、しかも発動しなかった。ゲ、氷河の結晶。これでも食らわなかったよね、予想ダメージでは。これでオートポーションが発動してくれれば、まあチャラにはできるかな。28 OK。 こいつはドンアクトだからな、行動ができない。無駄。確かに硬い気はするね、ナイトになったから。ナイトになったから、いや魔法ダメージが落ちるとかある。できればなんか横取りたいんだけどな。ここいけるか、少しでも。うわー、4040か。火力はただ落ちてる、めちゃ落ちてる。30膨らんだ。毒って結構脅威だな。こいつまた毒のやつ使ってくるの、何なんだ。こいつはもう、でもマジックパワーがなくなればもう、ゲッ、僕のまじないとか面倒くせえ本使ってきたな。回復量がどれくらいか。30か。ドン枠が切れた。チャジオン、グエ。あれ、今マイナスになってる。多分毒ダメージと合わせればヒットポイントマイナスになってんな、氷河の結晶。ただラムザ自体のヒットポイントも高くなってるからね。攻撃力を犠牲にした代わりにやっぱり守りに徹してるから。正直こいつはでもさ、マジックパワーなくなったらほっといてもいいよね。もう8しかないし。じゃあほっとこっか。攻撃力は弱いからな。あ、こいつでも結構まだマジックパワーが残ってるから始末しよう。85%、42回。ミス。ふたー。なかなか一体も倒せない。こいつまたどうせモグリでしょ。早いな、モグのおまじない。
ぱりナイトはもうちょっと強い剣が出ないとダメか。ゲッ、カブト。パクられた。ひでえ、ほんとひでえよなこれ。でもマントはやっぱり回避率高いね。めちゃくちゃガードしてる。6から 3.5 は攻撃できるはず。ようやく1人よ。毒が治った。1人倒すのに2ターンかかるね、このままだと。俺ターンが回ってくるまでめちゃくちゃ時間かかるんだけど。すげえなこの回避率。盾持ってればさらに回避できるってことだけど、オートポーションが発動しない。よし後ろから行こう。いくつ ?50-50 か。文句ってやっぱ強えんだな、そう思うと。あれ、オートポーションが全然発動しないぞ。かわす代わりにオートポーションも発動しない。よし、OK。安定性はあるのかな。負ける気はしない。ちょっと時間はかかるけど。あとはオートポーションとの個数の戦いだからね。さっき10個補充してきたから50回くらいは使えるってこと。沈黙とか関係ないもんね。忍者じゃないから回ってくるのが遅えな。これどっちか当たるでしょ。 OK、 ようやく2人目。あの毒のやつ先に始末するか。囲まれてるからさ動きようがないんだよね。こいつはもう完全にマジックパー切れだから殴るしか能がない。まあ、逃げていくところを追撃に行きますか。じゃあ90か、45くらい当たってくれればいいけど、どうだ。40-40か。やっぱり変わらん。ゲッ、ガードされた。なるべく弓使いの方に行きつつ沈黙。沈黙関係ないからね、オートポーションに。暗黒騎士を極めるためには、極めるというか暗黒騎士になるためにはクロノ同士を極めなきゃいけないんで、それはさすがに裏方でレベル上げしないと無理でしょう。ナイトとかだったらね、こうやって物語を進めながらジョブポイントが貯められるんでいいんですけど、さすがにクロマ同士は無理。ちょっと見づれやけど後ろから行こう。 OK、 あと3人。長い戦いになりそうだ。クリスタルもな、できれば回収はしたいけどね。だから黒魔法を回収したいんだよね。宝箱いらん。いや、クロスヘルム返せや。シーフ後ろから。4040か。結構ギリギリだな。160あると2ターンで倒せないってことでしょ。ゲッ、めんどくせえことしてくんなこいつ。4040ってことは倒せねえじゃん。
ぱカウンター的なものをねつければいいんだけど、そうするとオートポーションを外すってことになるから、さすがにそれは死んでしまうよな。クリスタル、オーツってなんだっけ。召喚士のやつが欲しかったんだけどな、中身見れねえかんな。まあいいや、後ろからまたぶん殴っときますか。なんか強い攻撃、戦技がねそもそも弱いからね。ボコってなんだかって今ボコって何、こいつずっと回復だな。てか届く、こっからラムザの行動範囲。だいぶオートポーション使ってんな。もう結構ギリギリだな。一発でも当たればなんとかなる。 75% よし、二刀流様様だな。すげえ遠くから狙ってんな本当に。まずこの画面から見て左のやつを先に始末しましょう。であの上にいるやつを最後に倒すと。勝手にこれハイポーション補充しないとダメだ。横からだな、こっち。72。なんでサポー、ゲーガーソされた。ポーションで、どうせ逃げていくでしょ。2回当てれば倒せんね。追っかける。 78%なんだろうね、なんか数値以上に回避してくる気がするんだけど、これ自分も含めてだけどね。こいつとの追っかけっこだな。でも次一発当たれば倒せる。倒せるね。59だから。あっち行った、終わりだ。よーし、手こずらせてくれる。クリスタル、あれ回収しよう。回収されそう。あ、宝箱回収された。まあいいや。まあ、アビリティをね引き継げるからね、ちょっとこれはクリスタルを継承します。アビリティ継承、ハートを盗むチャージに、まあ、チャージ2にしとこう、実用性の問題で。できればじゃああのクリスタルも欲しいよな。見えない。ジョフレベルが上がってる。あんまり近づくとね、なんかクリスタルを回収しつつ攻撃してきそうだからな。ヘッドブレイクしかないからね。あ、こういう時励ますでも使っとけばよかったかな。完全にブレイブが上がりきっちゃえばもうガッツ外して別の、まあ、文句の剣術とかにしてもいいと思うんだけどね。よし、であのクリスタルを回収したらじゃあこいつをぶっ倒しましょう。アビリティ化粧兜を盗む。ガッツ使います、励ます、ひたすら励ます。あの宝箱はいいかな。火力は出ないけどやっぱり射程がめちゃ長いよね。多分向こうまで行けないと思うんだけど次のターンで。
できない。全然いけないわ。こういう時に遠距離攻撃でなんか減らすことができれば次のターンで倒せると思うけど、お、俺の方が早い。7と9。いけねえのか。正面から攻撃するか。56が2回で、あのクリスタル奪われそうだな、回復で。あ、いけねえか、あっちまでは。取りてえ、これ取りてえ。ああ、もう継承できるものがない。っていうかさ、これジョブになれないとさ継承できないのかな。例えば今って召喚師になれないんですけど、召喚師になれないと召喚師用のアビリティが継承できないとか、なんかそんな感じっぽいよね。いや、このクリスタルは別に召喚師とかじゃなかったけど、いや届かねえ。ブレイブ95、これで100にはなるはず。オートポーションの発動率100、無敵だな。追いかけっこも終わりだ。正面か、まあ一発でも当たれば倒せるから OK。 ようやく終わった。ジョブレベルアップ。お前は寝てただけだな。親父は無事なのか。いや、むしろお前の方が心配だよ。早々になんか身ぐるみ剥がされてるっぽいしね。サンダーロッド100円とか。大丈夫か親父。わしのことなら心配するな。それより成績を奪われてしまった。ルードヴィッヒは成績の力を使い、ゴーグの地下に眠る機械の力を復活させようとするだろう。それどころか成績に秘められた神の力を解明しようとするかもしれない。しかも頼みの綱であった枢機卿がバード紹介と結託しているとあっては我々になすすべがない。それなら大丈夫さ。どういう意味だ。こんなこともあろうかと思い偽物を用意しておいた。じゃあ僕が奴らに渡した成績は偽物だったのか。そういうことさ。きっと今頃泡食ってるぜ。っていうかさ、ムスタリオ自分で持ってたんだったらさ、なんであいつらムスタリオの体調べなかったんだ。オベリア様やアグリアスさんが危ない。それはどういう意味だ。枢機卿はバート商会と手を組んででも成績を手に入れようとした。この成績を手に入れるためにオベリア様やアグリアスさんを人質にするかもしれない。バカな、そんなことをしたら王家を敵に回すことになる。枢機卿が何のために成績を手に入れようとしていると思う。長く続いた戦乱は人々を疲れさせ、憎い政権争いは人々を不安にさせた。今人々は救いを求めている。ドラクロは枢機卿はゾディアックブレイブの伝説を利用するつもりなんだ。成績を集め、己の意のままに操れるゾディアックブレイブを誕生させようとしている。彼の言う通りだ。枢機卿に成績を渡してはならない。二人を助けに行こう。分かった。だがライオレヌ城への道はすでに封鎖されているはず。正面からじゃダメだ。船を使ってライオレヌ城の背後から侵入しよう。あ、これ完全に仲間になるかな。ここでムスタリオ仲間にしますか。一応仲間にして速攻解雇しよう。何も装備してねえじゃねえか、やっぱり。最後の言葉くらい聞いてあげよう。道が閉ざされた。長っ。ここは貿易都市ウォージリス。ちょっと先にゴーグを見ますか。てか株取ってっかな。売ってなかったような気がするんだよね。売ってねえわ。しょうがねえ。ハイポーションだけ補充しとこう。30個くらい補充しとこう。じゃあ最後にムスタリオ、お前を除名する。ちょっと
待って、何も装備してないよね。何も装備してねえからいらんわ。本当にいらん。ムスタジオ除名しますか。はい。本気か。お前とはいい友達になれると思ったんだけどな。それはお前だけだ。俺はそんなこと1ミリとも思ってない。さらばだ。ムスタディオがいなくなった。これで今のところは完全一人だね。でアグリアスはもうじゃあゲストキャラとしても出てこないかな、まあ、仲間にはなるはずなんで結構本格的に一人旅になりましたね。というところでじゃあちょっとね戦闘に時間がかかってしまいましたけれども、まあまだナイトで行こうかな。ちょっとナイトがきつくなったら忍者に戻して素で忍者でやっていこうと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。